はい、新宿駅前ご通行中の皆様、こんばんは、君の会でございます。いやー、抜けられなくてさ、この時間になっちゃいましたよ。なので巻きで行きたいと思います。はい、まず最初に、はい、昨日ですね、はい、台湾東部でマグニチュード 7.7 の地震があったそうでございます。はい、能登半島地震、東大震災の時にも安い支援やら援助やらいただきましたので、そういうわけではなくても隣国の、はい、地震でございますので、ここに深く黙祷を差し上げたいと思う次第でございます。はい、でです、まあ、はい、こういう時、地震が起きて不安の国だけど、日本と隣国といっても、まあ、見える距離じゃないですか。台湾で見える距離です、沖縄の徳島諸島からはね。はい、で、当然そこで地震なんぞが起きると、津波が、まあ、少なくても沖縄には行っちゃうわなってやつです。まあ、昔のチリ地震みたいにさ、太平洋をずるーっと回って日本までっていうのはね、まあ、今予想できるけど、もうありますが、そもそもそばで起きればそれは日本にも来るわいって話、ね、でございますよ。はい、で、当然沖縄県には津波警報が出されました。はい、津波警報が出されれば、その自治体だったり、まあ、行政だったりは大いに住民、県民に対して避難指示、避難確保を出して命を守れと、高台に逃げろという放送をし、両方の航海、どういうルートで逃げれば安全かというのを逐一発信するのが当然の義務であります。はい、この流れで分かっていただけると思うんですけど、要は、沖縄県の行政のトップたる首長様はろくに情報発信をしなかったわけでありますよ、玉木さんがね。はい、でそれももちろん玉木だけだったら、まあ、いつものことかって思うんだけど、沖縄県の広報課もろくに広報しなかったらしいね。うん、待ってたこれはっていう。はい、沖縄県の住民が納めた、県民が納めた地方税は何に使われてるんだってちょっと思ってしまったわけでございます。はい、当然行政の放送はね、でっかいスピーカーがあるね。はい、皆さん津波が来ます、逃げてくださいって、あれですね。はい、こんなことこんな楽なこと言うんですね。あれね、ああいうのの放送は当然されたでしょうけども、今は SNS なんでもいいです。 X だろうが Facebook だろうが何でも結構です。そこで住民の皆さん、このルートはこの海岸線に来そうですから、今の津波情報はこうなってますから、速やかに高台に避難してくださいっていうのが知事として当然の行動だと思うんですが、県広報として当然の行動だと思うんですが、沖縄県民の皆さんはこれに怒りを覚えないのでしょうか。いや、覚えていただいているとは思うんですけど、ただね、日常になっている感はあるので、なかなかその辺難しいところであろうと思うんですが、はい、でね、でですよ、はい、当然さ、高台に逃げるために、まあ沖縄の地図とか社会科でやったと思うけど、あの米軍基地がドデーンってあるじゃん、あれのね、当然逃げるためのルートとしてゲート開放してますって情報すらあるのに、それをしない。米軍様が電光やるの嫌なんですか、沖縄県知事さん、沖縄県広報さん。はい、オール沖縄名乗っときながら県民のためにろくに何もしない、まあ、こんな行政があっていいのかって話ね。以前ここ一度話しました、川勝知事辞めるって言った話ね、府中増減ね。あれはあれで県民の意思に沿ってたっていうのが静岡に行ったから気づいたよ、わしも知りましたけどね、あれよかひどいと思いますね。あれは一応県民のね、まあ、国益とかさ、全国的なところを脇に置くにしても、静岡県の民意っていうのに対してはちゃんと寄り添ってたなっていうのを、静岡県に行けば分かった次第でした。全国的には分からんけどね、もっと上半身しろって話だけど、でも玉城ちゃんや、はい、ね、沖縄候補はそれ以下であります。ぶっちゃけ何もしていない。はい、危機にあって本性がバレますね。危機にあって人間の本性がバレるなと思いました。はい、いや全くしてないからですよこれ。ちょっとでもしてればこんなこと言ってませんからね。はい、ぜひとも
リニーちゃんのアカウント見てみて、あーっていうのを思い知っていただけると、私はとっても嬉しいなと。お前こんなツイート今してる場合じゃねえよ。してる場合じゃねえよって、ぜひ突っ込んであげていただければ、私は幸いに存じる次第でございます。ありがとうございました。